はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回はね、楽天モバイルの話題になります。いや今回はね、衝撃な内容ですね。楽天ハンドの不平等ばらまきの件なんだけども、実は対象外でも応募ができちゃってたっていうね、そんな事実があったみたいですね。はい、今回ね、アドレスを教えてくれたね、茶畑の娘さんから提供いただきました情報でございます、ね。メールにあったリンクを公開しちゃった人がいるようで、メールが届かない対象外の人もそこから申し込んだ人がいるようですよ。なので予定枠があっという間に埋まって終了って感じかもです。楽天がしっかりとチェックしてするかな。対象外の人を落とせば第2弾もあるかも。私は目に持っていなくて関係ないから高めの見物ですってことだよね。そういうメールが届いた人は真っ先に元気なおじいのところに投稿してくれないとねえ真っ先に投稿してお願いだからね。とりあえずチャレンジして結果をちゃんと動画にするからね、真っ先に投稿しておじいに、ね。でだからまあここのところはどうのこうのある前に、申し込んだ人がね、だネットに出たからバーッと。で確かそのメールの内容をほらいただいた内容を見ると、外部に漏らさないでくださいね。でありした場合は早く終わった場合がありますよって、まあ他のキャンペーンでも出ましょうって書いてあるんだけども、いろんなのね。でも、まあ、今回は数量が達成してなくなった可能性もあるんだけれども、でも漏れちゃったからやめちゃったっていうね、そういう可能性もゼロではないっていうねことで、ね。なので、今度はまあ、どうせネットで匿名だからね、いやネットに情報を、ね、公開されたのを見て、それで急いで申し込んだら今のところ通ったけど来るかなっていう人がいたら、こっそりとこの動画にコメント書いてくれたら、おじいもこっそりと、ね、その情報を聞かせてもらうんで、ね、なんで一人でも多くの方はね今心臓バコバコしたから来るかな、落ちされないかなって方がいたら、ね、その心境も含めてコメントいただけたらと思いますね。そうなんだね、本当やっぱこういうネット社会、ネットをねフラゲすれば来たよとかってね、レシートアップした時代だからね。だからレシートがなければいいでしょうっていうお店もね、本当あると思うんだけども、これはだからそりゃそうだよね。メール来てね、切ったーなんつってやれば、ね、リンクここーってやればね。だからそんだけあれなんだね。だってアカウントで、だ意外とこれって条件ってなんかあるけども、本当にランダムとか何かしらなんかやっぱりね、いい加減なのかもしれないよ本当に。真面目な話、何か条件があるようで、一応なんとなくね、対象外とかあるけども、それすら楽天側が守ってないってことは、やっぱ管理がずさんってことであって、楽天自身が一応建前の禁止とかそういうのがあるんだけども、楽天はそれを守ってないわけだから、だからそのなこういう条件っていうのは一応なんとなく作ってはあるんだけれども、それ自身を守れていないで、該当する人も該当した人も何かしらなんか適当なんだろうね、きっとね。なんかそんな感じがするんだよ。でここにどんな人が条件だったんだろうっていうね、その法則を一生懸命いろんな人の情報から解読しようと思っても、管理がずさんでね、もう7月1日までもうで、もう出たとこ勝負みたいな、そんな状態の運営だったら、今回のキャンペーンもその法則がないっていうことになります、結果的に、ね。まあその可能性も出てきたで、これ大どんでん返しってやつだねこれねみんな我々って真面目だから、何かに従って何かの法則があるって
で思い込んでるだけなんだけど、楽天の今までを見るとそれが当てはまらないずさんな管理と考えられないようなあのいっぱいバグがあってね。で、まあ、情報管理っていうのはねやっぱりあのクラウドもかかってくると思うけど、楽天独自のね、どうしようもないね、安っぽいずさんなクラウドシステムが今いろんな今トラブルを生んでるわけでね。だから着信できない問題とかあれもそうなんだけれどもね、その中の一個に今回のこれも含まれてるような気がするね。意外と答えがないのかもしれないよ。意外とたけしの挑戦状かもしれないよね。ポトピア殺人事件とかね、だんだんね、犯人を追い詰めていったらね、おやおやこれって俺みたいなで、そんな結末かもしれないよ本当ね。いやーこれはねちょっとあれだね、意外な可能性が出てきたね。今見てる皆さんもあその可能性すごい高いって思ったでしょう。これあれなんでだろう、こうでこれで、ね、あれ色々消してったらあれ今まで出てきたものが合わない、この人ここで行くんで、あれうわ分かんないってなったところにこれだから管理がずさんだから意外と選んだようで選んでない。だからあの条件が初めからこの人が条件っていうのがなくて、その中の一個にあのメールが届いた人、じゃあどんな人にメールが届くの、そこの定義がないじゃん。他のキャンペーンってそこの定義がしっかりとしてるじゃん。この条件に当てはまる人、この条件に当てはまる人とあの除外のやつがね対象外っていうのがあるわけで、今回その定義がないわけなんで、やっぱりずさんな管理。そして、本来は対象であったあの店舗でミニが買った方はマイ楽天モバイルに残ってないから、その人たちはもうかわいそうにね最初から対象外になってるってね、そういうことなんだろうねきっとね。さあどうだ、これが答えだろう。もうねえスーパーひとしくん出しちゃうよ本当。スーパーひとしくん出しちゃって、スーパーひとしくんどこ行ったっけ、どっか転がってきちゃったね。スーパーひとしくんさっきどっかコロロロコン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 してね、どっか行っちゃったね。ね、はい三木谷くん、こんな時にスーパーひとしくんで出してあげようかなと思う。痛いね。タラタタ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 ね。はい、スーパー三木谷くんね、もうおそらくもうこれが答えだと思うね。何倍なのこれ当てたらね。そうでしょうきっと、そんな感じがするよ、ね、はい。そんなわけで皆さんはどう思いますかね。一人でも多くの方ね、グッドボタンを押した後にコメントを寄せてください。意外とこれが答えかもしれないな真面目な話。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。